サニマロ、カサニマロ、二人組教育系 YouTuber、カサニマロ、せーの、カサニマロ。どうも、カサニマロ文系担当、ふきのとうと、どうも、リケダトメトです。はい、ということでね、今日は11月勉強法、文系科目編ってことでね、やっていきましょう。多分、理系科目編の方が先上がってると思うねんけども、文系科目バージョンね、理系の人も文系の人も一緒にやっていきましょう。はい。大前提です。はい。まあ、その前、こちらですね。あ、そうやね。はい、全貌の、はい、大前提をやって、5つポイント紹介してまいりますということですね。はい、理系科目編とは1個も被ってないと思うので、はい、ぜひともね、最初から最後まで聞いてもらえたらいいなというふうに思っております。はい、じゃあ行きましょう。まずね、あ、これ被ってたわ。ドカブリやったな。カサニマロを登録せよってことですね。はい、登録せよ。まあまあ、偉そうになってるんですけども、カサニマロ結構ね、みんなの多分、メンタルケアにだいぶ、フォーカスを置いてる YouTuber になってるんですけども、11月12月ね、結構やっぱメンタルしんどくなってくるんですよ、うん、で結構カサギマロのこの登録押しとくだけっていうのはノーコストじゃないですか。けどみんなよく言われるのがカサギマロ登録してたからメンタル助かったみたいに言ってくれるのが多くて、うんうんうん、言っちゃえば無料で入れる保険やと思ってほしいんですよね、カサギマロって。無料で入れるメンタル保険、うんうん、でメンタルってもしやられちゃったら、うんうん、言っちゃえばなんやろ、もう打つとかなったらもう勉強できんし、そこで1週間ボカーンって開いちゃったりとかさ、はいはいはい、最悪も本番共通です行けないって可能性もあったりするやんか、うんうん、だからそういう時にカサニマロがみんなに、まあ、時には優しい言葉投げかけるし、うん、時には葉っぱかいて、うん、あのカツを入れたりするしみたいな、うん、そこをなんやろうな、みんなのも心を読んでこの臨機応変にね、うんうん、いろんな言葉を投げかけていくので、うんうん、そこはねみんなをね保険になれればって意味やかな。みんなのね、オアシスになれればね、はい、いいなというふうに思っております。ということで、ぜひともね、ノーコストなんで、赤いボタンポチッとね、押してくれたら、カサギマロの後、やりがいにもなって、すごくそこで動画の質が上がったりもするんですよね。そうですね。特に吹きの塔なんかはそうなんですけども。はい。ということで、ぜひともお願いしますという話でございました。はい。じゃあ具体的なね、勉強法をやっていきましょう。丸1番、はい、傾斜に合った勉強ですね。はい。ということで、傾斜に合った勉強ということで、これどういうことかって言ったら、もうなんかなんやろ、みんな共通テスト、二次試験、シリーズって別々で考えてるかもしれんねんけども、全部一見同じ、もう一枚の紙に書き出してほしいねん。うんうん、例えば、共通テストやったらバーってこの科目いるよねってあって、うんうん、共通テスト例えば英語200点、国語200点やと思うねんけども、うんうん、例えば圧縮されて、国語は100点になってるけども、英語は300点になってるとかいう可能性もあったりするやんか。うんうん、だからそのみんなの中での満点って違うんですよね。で、二次試験も足してほしくて、かつ二次試験に英語200点、国語100点やったら、国語って合計200ポイント分しかないけども、うん、英語は300たす200で500ポイント分あるわけやんか。そういう風に全然みんなの満点数っていうのは人によって変わってくるんですね、うん、だから基本的にはその満点数に応じた勉強時間でやってほしいです、うん、今の人やったら、まあ、国語がめちゃくちゃ苦手やったら多少国語の分増やしてもいいねんけども、基本的にはって英語芸になってくるはずやから英語をしっかり勉強するとか、うん、で私立も結構行きたいんやったらそれも私立加算してね、うん、そういう風に傾斜に合った勉強っていうことで勉強時間の配分もそれでしてほしいなという風に思っています。はい、じゃあ丸2番でいいでしょうか、うん、はい、丸2番、基本共通テスト対策ということで、これは二次試験っていうよりは基本的に共通テストに重きを置くぐらいの気持ちでいいよってことですよね。そうやね。ということで、なんでかって言ったら、さすがにこの時期になってきて、うんうん、まあ、二次試験、例えば東大、京大とか、まあ、東工大とか、うんうん、超一流大学っていうか、まあ、超高学歴大学、はい、で言ったら、共通テストなんて正直取れて当たり前なんでいらないんですけども、うんうんうん、まあ、なんやろうな、まあ、広島大学ぐらいのレベル、うんうん、まあ、なんて言ったらやろ、まあ、神戸以下ぐらいで言ったら、神戸横国とか以下ぐらいで言ったら、結構共通テストの配点やっぱ大きくなってきて、うんうん、共通テストがこけちゃうと、共通テスト多数二次試験でもちろん合格決まってくんねんけども、うんうん、共通テストがこけちゃうと、うん、なかなかそっからね挽回しづらい、できんのはできんねんけど、うんうん、しづらかったりするんで、やっぱり共通テストみんなうまくいっときたいやん、うんうん、ということでさすがに2ヶ月は必要なんで、うんうん、共通テスト対策ね、うんうん、まあ基本東大、京大、東工大以外の大学、うんうんうん、あと私立専科の人以外は共通対策してほしいなというふうに思います。まあ阪大の人もいらんのかなという、あ、まあ阪大もそうだね、思います。阪大の人はあと2週間か3週間ぐらいあとっていう感じですじゃあね。で、まあ、基本っていうのは、まあ、8割ぐらい共通テスト対策してもらって、2割ぐらい二次試験対策っていうイメージでいいかな。うん、まあ、強手が多い人は、その強手で炙り出された苦手ぐらいは、チャートとかね、そういう記述式でやっていくっていう。まあ、若干はやるけどね、って感じやろうな。うん、はい、じゃあ丸さんは行きましょう。はい、共通テスト対策の方法を知ってますかということで、あとごめん、チャートって言ったけども、うんうん、二次試験に例えば数学があるんやったら、チャート二次試験やってもええと思うねんけども、うんうんうん、ないんやったら、別にそれはチャート戻らなくていいからね。うんうんうん、そう、っていうことね。そうやね。うん。で、あと共通テスト対策の方法を知ってますかっていうことで、うん、まあ、基本的には予想問題集と共通テストの過去問でやってほしいんですけども、うんうん、センター過去問が使える科目があるんですね、はい、これ多分今年紹介しなかったんで紹介させてもらいますと、はい、まずね、国語の現代文っていうのはみんなやってたらわかると思うんだけども、模試の問題と共通テスト本番の過去問の問題って
ちょっと違う気がするよね。なんでかって言ったら、なんやろ、その作られ方のこの熟練度っていうか、なんやろうな、1年前のワインと50年間熟成されたワインの違いみたいな、そういう風な、なんやろ、問題の作られ方も違うし、もしって一部分だけ見たら答えれること多かったりするんですけども、共通テストっても全部見て考えなあかんかったりとか、ちょっと問題の作られ方が異なっています。ということで、現代文は結構選択肢も使えるよっていうのと、あと英語の大問56なんかも長文で、まあ、結構長文になっていて、まあ、長めの長文共通テストにおいても変わらないので、比較的大問56は使いやすいかな、特に大問6なんかは使いやすいかなっていうふうに思ったりします。まあ、でも基本的には予想問題と あれですよね、共通テストの過去問、過去問、そう、共通テスト過去問がどの科目においてももちろん優先順位1番やねんけども、で、ついた優先順位2番が予想問題集、やねんけども、国語の現代文とに関して言うならば、予想問題集よりも選択顧問の方が優先順位高くていいかなというのは個人的な見解です。まとめると、現代文の予想問題は優先順位が低いですよってことですね。そうそうそう、はい、じゃあ丸4番いきましょう。これ結構有名ですよね、はい、新しい参考書は買うなってことでございます。そう、もうこんなんはもう当たり前やねんけども、まあ、基本的に新しい参考書は買わなくていいと思います。で、もう買うとするならば、マジで薄い参考書。例えば、坂田明先生の単元別の数学の参考書であったりとか、あとはこういう風に、チャートの緑チャートの、例えば30日完成みたいな書いてる薄めの参考書。これぐらいだったら、まあ、弁当の顔ね、横幅1メートルぐらいなんですけども、だいたいね、これぐらいの薄さの参考書やったら、OK かなっていう風にね、思ったりします。薄いっていう説明やのに、1メートルって嫌がった。じゃあ、丸5番ですね。ほんで、あとは、現代文とかの、すご技、10時間で9割みたいな怪しい参考書なんですけども、共通テストのすご技っていう参考書とかやったらありかな。そうですね。はい。ということで、5番は、さっきも言ったけど、メンタルケアがすごく大事になってくるんですね。で、メンタルケアにおいてやっぱ大事なのは、まあ、自分の好きな音楽聴くとか、まあ、いろんな言葉とかあると思うんですけども、カサニマルね、去年ね、チャイムっていうね、曲をね、リリース発売はしてないんですけども、アップロードしただけです。アップロードしてるんで、ぜひともね、多分昨日見てくれた人はウカルンバ聞いてくれたかなと思うんで、2022年バージョンかな、チャイチャイム、ぜひともご覧ください。どうぞどうぞ。そこに想像して40年後の君が今君の前に現れて、未来を良くするように願うんだ、君は君のベストヒーロー。泣いたこともくじけたこともあったかもしれないけれど、君というドラマの鑑賞者を熱くエモく震わせるさ。明日の君の任務は歩幅を5センチ増やして、胸を張って楽しんで、20年くらいの自分の歴史と自分のドラマを、はい、キーコンカンコンとキーコンカンコン、成功の予令が鳴るよ、ディンディンダンダン、言われてね